僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために光ったあの夢は古ぼけた教室の隅に置き去りのまま。あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。もしも他の誰かを知らずに傷つけても絶対譲れない夢が僕にはあるよ。昔は良かったね、いつも口にしながら生きていくのは本当に嫌だから、消えたいくらい辛い気持ち抱えていても、鏡の前笑ってみる、まだ平気みたいだよ。どんな時も、どんな時も、ビルの間窮屈そうに起きてゆく勇姿に焦る気持ち溶かしてゆこう。そしていつか誰かを愛し、その人を守れる強さを自分の力に変えてゆけるように。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。はい、こんばんは。今夜はね、どんな時も歌いました。2017年10月の7日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。今日はよかったな、12台でね。よかったよかった、どうもね。それで明日、明後日はね、予定通りね、休みになりましたんでね、キャンプに行きたいと思います。あ、小松崎さんどうもね、ルナさんどうもね、ナルタン、ナミタンさんかな、どうもね、ありがとうね、キンポさんどうもね、ライトさんどうもね、サルさんどうもね、どうも。高菜さんどうもね、ありがとうね、明日休みキャンプ行くぞ。キャンプです。休みになりました。ね。楽しみだね。だから早く寝ようね。明日始発に行かないと。明日、予定通り、両神山の途中と、山頂に行く途中にある、清滝小屋っていう、避難小屋、ね。無人の避難小屋のテント場で、キャンプです。テント泊です。なんで、始発に乗んないと、本当明日。ね。早めしようね。ケチじゃないよ。僕余裕がないんだっけ。ありがとうね、高菜さんね。僕ケチじゃないからね。ソープも行かないよ。お金ないからね。さて、今夜もお夜食行こうかな。お金、宝くじ当たったやつね。今夜もね、これ。行こうか。ね。今夜もこれ。アルコールストーブで炒め物やろうかな。アルコールストーブで。炒め物。ちょぱっと入れて、ちょぱ、入れて。明日は山だからさ、燃料はポケットストーブね。ついじゃん。今日はね、アルコールバーナーでえのきだけ炒めようと思う。えのきだけ。えのきだ、これね。今日切ってくる。そう、えのきだけ炒める。今夜はえのきだけね、ちょっと切ってきますね。簡単。のフライパンね、これね、えのきだけ炒めるために。
今夜はきのこ炒めだ。今夜はきのこ炒めだ。えのきだけです。今夜えのきだけを炒めます。スマホの方で見る。あ、14名さんでもね。今夜えのきだけよ。温めてきたね、フライパンね。今夜えのきだけ炒め。油入れて。えのきだけ。安かったね。100円ぐらい。油。今夜えのきだけを炒めます。こんばんは。油敷いて。たっぷりのきのこ。一人よ。ちょっと外そうか。ちょっと油多かったけど、まあいいや。えのきだけ、一束。たっぷり。きのこは炒めってうまいもんな。塩炒めだ、簡単に。塩炒め。まあ、塩炒めしかできないから。塩炒め。塩炒め。帰り、かんか。うん、どうかな、かかないもん、これ。うん、これ無理だ、かけないもん、君はね。今日はきのこ。塩入れて一回蓋するこんぐらいでいいや。今度清滝小屋、あれこれ天体清滝小屋です。予定通り両神さんの無人の小屋の清滝小屋のテント場です。あと加藤さんどうもね。いや、うん、最初に来たけどね、予定通り日月休みなんで、キャンプに行ってきます。もう、バックパックの中にね、もう道具詰め込んどいた。今日はえのきだけの塩炒め。もう塩切った。今日のお夜食はえのきだけ。安いよね、えのきはね。えのきもうまいよね、塩炒めで。えのきだけです。明日は、あれ、キャンプだからね、テント泊だから、それほど、明日固形燃料で、明日固形燃料でやりますんでね。山の中、山道歩かなきゃいけないからさ。ね、はい、えのきだけじゃちょっと寂しいんでね、彩り持ってきてよ、彩り。小松菜入れます。小松菜とえのきだけ炒め。もうそろそろだと思うね、うん、久しぶりっていうかな。でもあれ8月は行ったんだよね。8月、お日様ぐらいやったんだっけな。8月ね、2ヶ月前からですね。本当は三の塔も行きたかった、丹沢。でも今回こっちに来た。丹沢の三の塔も一回行ってみたいんだよな、そこ。じゃあ三の塔今度行こう。三の塔。では小松菜とえのきだけの塩炒め。うん、日本酒はもう、昨日言ったように日本酒はもうバックパックの中入ってます。ほんと、この間群馬行った時にほんとあれ、両神さん行きたかったんだけどね。前日まで、あれ、夜明けまで、あれ、明け方まで雨だったから諦めたんだな。ね、それで。天候まずまずだ、もう土曜はもう今日はさ、昼ぐらいからさ、もう、雨止んでっからね、凍ってきてたからさ。いい感じだ、えのきだけ。うん。塩炒め。
もうただ安かった。今小松菜安いから買ってんだよね。小松菜安いから。きのこと小松菜の塩炒め。いい感じだよ。彩りと今度赤いやつ。赤い。白の緑の次は赤の。これでは、一味唐辛子。どうも、玉井さんどうもね。ライブ配信はね、量が埼玉。埼玉の群馬より。うん。よかったね、埼玉の群馬より。お、秩父の方ね。うん。この方にや、彩り。配信多分できないと思う。だからローカルで録画してさ、後日アップする。できたらそこってあるかもしれないけど、わかんないね。うん。おぉ、いいか、いいか。買ってきたらどういう意味？うん？もういいんだろ？えのきもバラバラなって。うん。小松菜はまずまずだ。うん。うん。うん。まあ、いいんだ。西武線。西武紀州まで行って、あれ、西武鉄道のお花畑に乗り換えて、三峰口まで行って、そこから、小金の町営バス。うん。で、日向大谷。そっから行きます。結構距離はあるんだけど、ちょっと乗りも、今回バス乗るんだけどね、西武線が安いからね、そんな運賃はね、そんな変わらない、あれ。うん。鴨沢に行くのそんな変わらないね、やっぱり。うん。鴨沢に行くのはさ、奥多摩っていう国電の駅使うからさ、でも西武の、九まで西武だからさ、ただここ、奥多摩の国電よりか安いんだよね、やっぱり。だからその分、それを通ったしたら、お金は変わんない。うん。お、いいじゃん。いい感じ。はい、今日は、えのきだけと小松菜の塩炒め。何度もしてないよ。まだ2回だけだよ。こんな感じ、今日は。あー、うまそうじゃないか。今日はこのままに皿は使わないでいいや。このまま食おうか。じゃあ今日の飲み物持ってくんね。今日の飲み物。やっぱ今日は最後だ、あれ、赤だる。やっぱ昨日言ったように赤だる最後だ、あれ。もう全部で6本飲んだことある。ちょっと前、駅前の赤札の激安ずってた赤ざる。最後ですよ。ん？あ、じゃあ、えのきだけ、うん、キノコ入ってっから、味が出てっからいいよ。うん。赤ざるの木1本。ほんとだ。最後の赤ざる。はい。ね、おしまいも。でも持ったもんだ、ちょびちょびの。他のもんもさっき入れてね。はい、乾杯。今日は1本で、今日も。うん。色が白いからね、えのきだけがさ。ね、えのきだけ。と、小松菜。うん。うん。風呂は入るやで。うん。キャンプとか入んないけどさ、普段は入ってますよ、ちゃんと。どうかわかんない。地図見るとね、あれ、なんだっけ、3G 回線が入るエリアになってんだよね、あれ。わかんない、見ないと。今日立ち止まりはね、標高が1200なんだよね。標高的に言ったらね、
携帯電報が入る可能性あんなんだっけ、この間丹沢の遠野岳のさ原さんがあそこあんじゃん、あそこ入ったよね携帯電波。標高的にはねあそこと一緒なんだよね、うん、原立遠野岳の花立て小屋のとこと大体でもあそこ携帯電波入るからわからん、行ってみないとね、うん、県外かもしんない、わかんないわね、うん、携帯電波って1200-1300ぐらいまで入るからね、うん、だから遠野岳の山頂は入らないよ、あそこ1500だからね、うめえだろこれえのきと、うん、毎日は咲いてますよ、うん、これね、うん、なかったら録画しますんでね、動き帰ったらね、初めての塩炊き小屋、そう、もう何も僕苦手なもん何もないの、何でも食えるもんなら何でも食えちゃう、うん、結構玉ねぎ3つ持ってて野菜、今回はね玉ねぎ3つ持ってく野菜は、あとねまあ肉はね、まあ加工肉系ね、ソーセージとかブロックベーコンとかあるやつね、ウインナー持ってかないね、ベーコン2種類持ってく、スーパーで買ったよく買って安いあれブロックベーコンと、ローソンストアの 51g で100円のブロックあれ1枚だけのあれね、ベーコン、うん、食感かお肉はそれ、まあそんなかあれば、あとまあ全部いっちゃうとおでん、前にねうちのプラスワンショップで安く買ったさおでんあったんでそれ持ってって、ああまあだからそうね、だから気をつけは明日はね、焼き豚持っていかない。余裕ない。また今度ね。うん、初めてだからなんす、僕。塩炊き小屋。前から気になってたんだ、あそこ。ほんと。何度も言うけどさ、遠野岳の近くのさ、隣かなあれ。三の塔ってまた別の峰あんだよね、峰が。あそこも行ってみたいんだよね、三の塔。三の塔は標高が1200ぐらいでね。あそこだけど、山頂にね、無人の小屋があんだ、あそこ、避難小屋が。あそこ一回見てみたいなと思ってね。ぜひ行ってみたいね、三の塔。どんな小屋かなって。三の塔ってね、結構標高の割には景色とかいいみたいよね、あそこね。だから塔の、いろいろブログとか読んでるとさ、丹沢はね、僕よく2回登ったことある。塔の岳一番景色がいいって言って多いね、塔の岳が一番景色がいいみたい。丹沢は。うん。大山って有名だけどさ、あれ、あ、大山よりね、塔の岳の方がね、山頂からの景色はいいみたいね、いいって言ってる人多いね。されてないよ、うん。活躍ね、うん。暗かったんでね、ほんとね。やっぱ暗くなったらテントで寝ないよな。うんこは食べれるわけないよな。食べ物じゃないもん。まあね、どんな時も、今日町原さんのね、どんな時も歌いました。今日はえのきだけどね、あれ、小松菜の塩炒め、赤いのはあれこれ、あと一味唐辛子、うん、楽しみ、一回中に証拠もしくは塩炊き小屋だから、塩炊き小屋まで行ってね、僕ちょっとね無理そうだったらね、山頂目指さないから、ね、言ってるようにね、うん、まずさ塩炊き小屋まで行って、そこで釣れるタグのテント釣れるとね、おなじみ
モンベルの自立しすぎると立てて道具を下ろしてさ、行けそうだった山頂まで行って、行けなそうだったらそこでもう一泊して帰ってくる、そんな感じです。無理はしない。オーガさんどうもね、今日はね、えのき茸と小松菜の塩炒めで赤ざるの切り1本です。いつもの登山靴ね、履いてますね。お母さんどうもよかった、今日来れた。遅かったからな、僕な。早いときはたまに、この間日曜日早かったんだけどね、僕ね。シールからやったんだけどね。前ないのきだけ。楽しみだ。山と食欲と葛飾でできるかな。結構な食材持ってっちゃったよ、ほんと。でも結構なんとか入るでしょ。持ってく、昨日も言ったけど、持ってくお酒はね、トップバリューの日本酒、清酒、900のパック1個と、500の発泡酒2本持ってきます。500の発泡酒も。まあ、うち、そんなことないよ。もうどうもわかんない、また今度ね。ちゃんと行くんだったら僕のは呪いからさ、2泊コースね、2泊。ね。僕、普通はさ、日帰りとか1泊で山頂まで行くんだろうけど、僕、呪くて、力ねえからさ、2泊だってできる。まあ、最初、清滝小屋まで来て、そこで、その日はそこで過ごし、次の日、清滝小屋から山頂。ね、行って山頂から降りてきて、またで、そこでまた泊まって、次の日降りだから2泊ね、2泊3日なら僕山頂ね、休み取れると、ゴールデンウィークとかさ、年末年始で2泊できるときね、そういうとき、ね、だから距離から行ってね、京山頂なら1泊少ない量だからね、無理はしない。自分のペースでね、身の丈に合った登山ね。普段の格好で行く、いつも通り。呪いのはしょうがないです、それはね。言われてきても、谷川岳も来たけどね、電車機かかんだよね、あそこ。だって群馬、完全群馬だもん、谷川岳ね、あの、おなじみ、モグラ駅だ。そこだよね。交通費だけでかなりかかっちゃうもんね。なかなか行けないよね。余裕があったら来たね。余裕があったら、お金にね。余裕があればね。今日はメインはじゃない、今日はメインではないよ、高菜さん。今日はこれ。えのきだけ。えのきだけです。樹海無理しない方が、変なとこ行かない。樹海も遠いじゃん、あそこに行くの。交通費かかっちゃうな。いつも僕ね、大体僕、神奈川、東京、埼玉ぐらいから僕の行けるのって、交通費的に。しょぼいとか言わないでくださいね。樹海もあれ、山梨ってちゃうしね、もう大変だよね、交通費がね。しょね、ごめんなさいね。本部、こういう、東京を中心の神奈川、埼玉あたり。あ、群馬ってあそこ、角吹だって。埼玉からあれ、群馬に入って一駅目だからね、あそこ。角吹キャンプ場は新町駅だから。新町駅ってさ、高崎線で群馬に入って一駅目だから、それほどね、奥まで行かないから。で、行ったでしょ、あれ。ね、あれ。あそこ、新町、最寄り駅の新町駅はあそこ、もう、隣がもう埼玉だからね、4、5キロじゃないから、4、5キロから埼玉から、そんなにね、埼玉よりだから。
そうだね。明日肉食うから考えたんだ、僕。あれ、ベーコン、ブロックベーコンとか贅沢しちゃってっから、僕が明日の食材で。今日は我慢したの、僕、明日。だバックパックとかベーコンが入ってんで。あれ期待して。しょぼいようだけど、僕、ブロックベーコンだけでもなんか嬉しくって、明日。明日のね、山飯はね、ブロックベーコンだよ、明日。あれ楽しみで。だから今日はね、本当は今日も肉と一緒に小松菜炒めたかったけどね、明日、あ、そうだ。明日ブロックベーコンがあるんだと思って我慢したの。ブロックベーコン明日あるから。分かった。だって工場で動いて、工場仕事してっから。工場仕事してっから大丈夫よ。二重箱の人ってさ、みんなそうじゃん、あれ。例えばクイズ王とか昔いたよね、なんか。すごい人か、デブで。ああいう人でしょ、やっぱ。ね。で、人間いつか死ぬもんだからしょうがないよね。もし、半身なかったら死んだと思っていいからね。そう、贅沢や、あれ。塊で300円とかすっからね。300円とか400円。まあ、牛肉はもっとすんだけど、僕にとってそうだ。牛肉はもう全然手が出ない。ブロックベーコンだけど、僕も。でも、ちょ、食べ、あとね、ブロックベーコン、さっき見た、100円、ローソンストアあんじゃん、そこで。うん。あれね、51g の1枚だけのブロックベーコン、なんだっけ、5ミリぐらいかな、あれ1枚。あれも買ってみた、試しに。明日あれも焼いてもいいかなと思って。うん。あれ、ベーコンステーキみたいにして食ってもいいかなと思ってね。うん、楽しみだ、明日。野菜を玉ねぎ3つ。ね、持ってった。ベーコンで一緒に食べてもいいかなと思ったな、あれ。うまいと思うね、あと。あと、もつ煮込みみたいにしちゃって、一緒に、あれ。この間、レトルトのさ、あんじゃん、味噌味のも、なんだっけ、もつの、味噌の前に、ちっちゃいやつ。あれも持ってくから、あれで、ね、玉ねぎちょっと煮含めてもいいかなと思って、やってみようと思って。簡単な、即席もつ煮風に、やって、バル二つ持ってって、玉ねぎ適当に切って、ちょっと水分足してね、簡単なもつ煮もいいかなと。生揚げとか持ってけない、あれね。豆腐もね、持ってけない。あれ、1号さんっていいじゃん、あれ。アウトだよく登山動画の、あの人はキムチ鍋っていう豆腐持つ、あれは、ああいった豆腐、あ、持ってった時の豆腐みたいなんじゃん、あれこそ硬い容器のやつだね、牛乳パックみたいなやつ、あれがあればいいんだけどね。ああいう豆腐。あれあんま見ないんだよね。山行くとき、ああいう豆腐あればいいよね。一号さんがさ、あれ、キムチ鍋のときに持ってた豆腐ね。あれいいよね、あれ。バックパックの中に入れるから、どうしても普通のパックじゃさ、歩いてる間ぐちゃぐちゃになっちゃうからね。豆腐難しいよね、普通のはね。うん。別にそんな考えない、死ぬことは。死ぬことは考え、どうせ死ぬんだから。ね、ほっといてもいつか死ぬんだよ。どうもありがとうね、カップさん。どうもね、今日は、芋焼酎、赤猿もうないけどさ、赤猿の呼吸一本で、最後。赤猿、これが最後です。これ、えのきだけの炒め物だけど、もうあとわずかか。だから、ハップ2本じゃない。500の2本の他に最初来た、900の日本酒あるって聞いて、黒豚さんよく聞いてたから、あれ。あれ、900パックあるじゃん。あれ1本と、5002本だからね。うん。結構、発泡酒2本で読むんだ、あれ。日本酒900持ってくから。まだ、立山はさ、また行っちゃうけどさ、交通費の問題。結局交通費なんだよね。交通費。恥ずかしながらね、やっぱね。身の丈にあったキャンプアウトだな、身の丈。うん、夜よ。
おでんもあるからね。おでんに今度は、ちくわもどうでも持ってって。日本橋にいい感じだろうな。ちょうど気温もさ、真夏じゃないもんね。ちょうどいいかもしんない。キャンプよ。テント場で。キゴタキゴ屋のテント場でテント泊明日。日向大谷から登ります。今日、両神山。あれ、で、清滝小屋まで行って、行けそうだったら山頂まで行くけど、まあ、無理だったら無理はしない。ね、清滝小屋止まりで、そこで一泊して帰ってくる。蚊対策はしない、別に別に。もう、季節的にもう、大丈夫よ。はい。ああ。切符、赤だろうを飲み終わりました。ありがとう。今回、秩父鉄道の終点の三峰口から、あれ、最寄り、あそこがね、埼玉県の小鹿野町っていう町があるの、小鹿野。そこの町営バスで行くんですね。ああ、うまかった。今日はえのきだけど、小松菜の塩炒め。はい、おいしくいただきました。もう今日は経験ね、今日は全部。分かった、あれ、玉井さん。三峰口、秩父鉄道の終点で。さて、これで終わった。さて、これ置いて、さて、最後に1本飲もうかな、最後に1本。この赤皿終わったけど、もう赤皿ちょこっといかなかったでしょ？だから最後戻さなと思って、缶を持ってきたんで、缶飲料1本持ってくる、いいかな？最後の1本。缶飲料持ってきます。これしかないから、お値段だからさ。まあ、休み前なのにね、これだけじゃ寂しいんで。じゃあ、最後の一本持ってくんで。こんばん。分かった、駅。そうなんだ、僕、テレビ見ながら分かんないやってたんだ。分かんない、僕、テレビ見ないから。分かんない、やってたんだ。最後は焼酎つながりでね、お茶割り飲もうか。久々買ってみた。お気に入りの玉露と抹茶チューハイ。最後はこれで終わろうか。締めはこれで。これうまいんだよ、これ。お茶の香りがね。さあ、今日はこれで。テレビね、持ってない。テレビ買ったことないんです。たくさんじゃない、いつも同じだから。バーボン高いもん、洋酒高いから飲まない。洋酒高い。最後はこの同じ朝日のこのお茶割り、酎ハイで。これうまいんだよね。やっぱり玉露入ってっからね、香りがして。はい、乾杯。これうまいんだよ、これ。あんま売ってよくないんだよ、これね。朝日のこのチューハイはさ。赤札とはこれ売ってんだよ、これね。コンビニじゃあんま売ってよくないよね、これね。でもこれ一番好き、このチューハイじゃん。チューハイじゃ一番好きな銘柄です。
それはね、これは5%。だいたいビールとかと一緒だ。発泡酒と5%です。玉露と抹茶だからさ、色がいい色なんだよ、これね。割らないよ、鍋屋さんか。え、わかんない、鍋屋。なんか、ケンイチさんの動画でなんかあったね、鍋屋。ね。ああ、じゃあこれでおしまいだ。また明日。まあ、そろそろ、ね、終わるね。おやすみなさいね。明日朝早いからさ、始発なんでね。じゃあこの辺でおやすみなさい。まだ。ある中じゃありません。ね。おやすみなさいね。終わるよ。また明日ね。終わるよ。じゃあ YouTube この辺で終わる。また明日。最後は歌わない、今日は。ありがとう。見てんだ。すごいな。スマホで見てんのかな、じゃあね。おやすみなさい。いけるんじゃない。ありがとう。まだね。また明日はね、もし、電波があればね、テント場から、ちょこっとやるかもしれない。わかんないけどね。またね。はい。はい、YouTube ライブ終わりましたね。終わりました。さて。じゃあ最後に今夜どんな時も歌って終わろうか。今夜はどんな時も。この歌いいね。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は古ぼけた教室の隅に置き去りのまま。あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時も僕が僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから、もしも他の誰かを知らずに傷つけても絶対譲れない夢が僕にはあるよ。昔は良かったねいつも口にしながら生きていくのは本当に嫌だから、消えたいくらい辛い気持ち抱えていても、鏡の前笑ってみる、まだ平気みたいだよ。どんな時もビルの間窮屈そうに起きてゆく勇姿に焦る気持ち溶かしてゆこう。そしていつか誰かを愛し、その人を守れる強さを自分の力に変えていけるように。どんな時も僕が僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち
抱きしめてたい。どんな時も、どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。はい。今夜どんな時もございました。どうも。では終わりますね。いや、スティックの方も終わります。ではまたね。また明日ね。もし発信なかったらさ、かずゆこさんは死んだと思っていいからね。おやすみなさい。終わるよ。終わります。はい、終わります。はい、終わるよ。終わろうか。